こんにちは、料理研究家の富田忠介です。白ご飯 .com というレシピサイトで10年以上和食を中心とした家庭料理の作り方を紹介しています。今回だしブレンドという初めてのオリジナル商品を作りました。だしブレンドは真面目な素材だけを使い、そのだし汁を飲んだ時にホッとできるような優しい旨味のあるものを目指しました。同時にだし汁を取る、その後はだし殻を食べる、そんな新しいサイクルを作りたくて、だし殻を美味しく食べやすくする工夫もしています。だしブレンドならではの良さやこだわりを感じていただけたら嬉しいです。昔から変わらない和食のだし取りと同じように、素材の味をシンプルに生かすことを考えました。余計なものは入れず、鰹節と昆布をメインに、隠し味としてアゴと干し椎茸をブレンドしています。特に鰹節は国産の荒節を使い、だし汁の風味を悪くしやすい血合いという部分を除いてから粉砕しています。また昆布も他に比べて旨味が格段に強い天然の羅臼昆布のみを粗いチップ状にして混ぜ合わせました。だしパックを使っても、昆布と鰹節でだし取りをするやり方でも、だし殻をそのまま捨てるというのは少し残念な気持ちになるものだと思います。だしブレンドは鰹や昆布の削り方からこだわって、だし汁が美味しいのはもちろん、だし殻までも美味しく食べやすいものになるよう工夫しました。白ご飯 .com では随時だし殻レシピを増やしていくので、ぜひお気に入りのレシピを見つけてみてください。そうすればだし殻という食材が捨てるのにはもったいないものに変わってくると思います。一般的なだしパックは1パックあたりの水分量が決まっているので、それに合わせただし取りをする必要があります。このだしブレンドは水に対する分量を自分で決めるので、必要な分量のだし汁だけ取ることができ、またその濃さも自由自在に加減できます。また出汁の取り方も、鍋に水と直に合わせて取る方法、市販のお茶パックに入れて取る方法、さらにはレンジ加熱で手軽に取る方法と、家にある道具やその時の時間に合わせて出汁が取れる商品です。出汁から美味しく食べるということは、食材を余すところなく使い切ることができるということです。ここ数年、昆布や鰹節の値段は不安定で価格が上がっていくばかりでした。貴重な資源だからこそ、捨てずに活用できる暮らしのアイデアをこのだしブレンドで提案したいと思いました。まただしブレンドはパック詰めしていない分、繰り返し使えるさらしや茶こしでだし殻をこすこともできます。今回同じような考え方で繰り返し使うことのできるだしこし袋も、白ご飯 .com の特注のサイズのものを用意しました。だしパックで使われる包材さえも、自分の一手間で繰り返し使えるものに置き換えることができると思います。だしパックにしていない分、自由にだし取りできるのがだしブレンドです。その良さを感じて使い慣れてもらえるよう、白ご飯 .com のサイトで詳しい使い方やたくさんのレシピも紹介していますので、ぜひ美味しい和食、ほっこりする和食をお家で楽しんでください。